全体的にまとまった印象を受けます。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのは数量限定カラーにはなってしまうんですが、こちらのジェットストリーム 4&1 グレージュを購入したので紹介していきたいと思います。こちらはロフトで購入したんですが、発売日が2022年の12月中旬頃なんですけども、同じ売り場に6色あったんですが、グレージュ、ティールブルー、ネイビー、ブラック、ベリーピンク、ライトピンクの6色なんですが、こちらのグレージュとベリーピンクにつきましては数量限定カラーとなっていますので、気になる方はチェックしてみてください。ジェットストリームのホワイトとも色味を比較していきたいと思います。それではこちらを一気に開封しまして、デザインを見ていきたいと思います。グリップからペン軸まで全て同じカラーで統一されているので、まとまった感じの印象がございまして、以前のホワイトカラーにつきましては明らかに事務用品感があったんですけども、こちらのグレージュにつきましてはグリップとペン軸が同じカラーとなっているので全体的にまとまった印象を受けます。ホワイトモデルと比較してみるんですが、こういった形の外観になっていまして、ホワイトにつきましてはグリップがグレーカラーとなっていますので事務用品感が否めないのに対し、グレージュはこういった形になっています。またペン軸につきましてもマット調のカラーとなっていますので、トレンドカラーも抑えつつ実用性も兼ね備えた非常にバランスの取れた多機能ペンとなっています。性能については間違いないのですが、ノートを使って書いていきたいと思います。まずはじめに黒、続いて赤、青、最後はシャープシーン。はい、ということでこんな感じの結果になりました。やはりジェットストリームということだけあって、書き心地、インクの滑らかさについては全く問題なくて、どうしてもシャープシーンの出番は少なめになってしまうんですが、油性ボールペンということで引っかかりもなく、公文書にも使えますので社会人であれば必ず1本持っておきたいボールペンとなっています。2023年1月9日現在、ヨドバシ .com では売り切れでしたので、まだ店頭には在庫がいくつか残ってるかと思いますので、気になる方はこちらロフトで購入しましたので、ロフトやその他の文房具店でチェックしてみてください。ということでこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。